ハーバーマジカトリック、 I'm gonna make this pencil disappear。 はい、どうも皆さんこんにちは、ヒースです。はい、今回はですね、こちらホットトイズ、ジョーカー 2.0 と、クイーンスタジオのイナートさんのジョーカーです。まあクイーンスタジオさん、イナートさんという読み方で合ってるのかどうか微妙ですけども、まあ、それぞれのジョーカーを私は所持しております。で、今回はですね、付属品なしでこのジョーカー単体だけで、専門的知識はないんですけども、自分が思ったことを簡単に動画として、上げさせていただくような形になっておりますね。あくまで自分が思ったことなので、人それぞれ見方は違いますので、僕の言ったことも合ってるとは限りませんので、まあそれだけ頭の中に入れてご視聴ください。よろしくお願いします。まあ早速なんですけども、こちら2013年に発売されたジョーカーになるんですけども、それでもね、今の、現代のフィギュアでも匹敵するような出来となっております。はい、ちょっとお近くで見てみましょうか。こちらがホットトイズジョーカー 2.0 ですね。はい、まあ、ホットトイズのジョーカーっていうだけでとてもクオリティはね、もうすごいんですけども、若干ですね、こちらはね、自分が思っているジョーカー、ヒースレジャーさんのジョーカーよりはちょっと顔がね、少し笑っている感じのもあって、少し丸みを帯びているかのような印象を受けますね。で、実際ヒースレジャーさんのジョーカーでちょっと縦長でね、顎がこのような少し三角形になっているような、顎はいいと思うんですけども、ちょっと若干顔は少し丸みを見ているような感じに見えますかね。まあ人間なんでね、表情によって見方も変わってくるんですけども、これはどっちかっていうとメイクも崩れてますので、少し崩れ気味なので、留置所でバットマンと対面したような感じの、そこら辺の印象を受けますかね。そこの場面の印象を受けますね。はい、で全体的にこのような感じですね。衣装はしっかりと稼働のね、邪魔にならないように、結構ねペラペラで、まあ、ペラペラといっても生地はしっかりしてるんですけども、はい、動かしやすいようにしっかりと形作られておりまして、シワも、あまり残らないような素材となっておりますね。で、内側もしっかりと、オレンジ色となっております。オレンジ色ですね。はい、で、ジョーカーの 1.0 も私所持してるんですけども、まあそちらはですね、結構着膨れしちゃって、結構ブカブカな厚手のコートみたいになってるんですね。ですので、こちらのジョーカー 2.0 でそれが改善されておりますね。はい、今持ってるのは、これはジョーカーのいつも持ってるナイフですね。全体的にこのような感じとなっております。はい、で、このジョーカー 2.0 の、まあ、特徴といたしましてはですね、眼球稼働ができるんですね。デラックスなんで。これがね、この頭の部分が取れるんですね。髪の部分がカポッと。はい、こんな感じで。はい、で、これをね、左右とか上下に動かすことによって、目の位置が変わるんですね。いきますよ。こんな感じ。はい。まるで生きてるかのような、人間が6分の1サイズになったかのような脈動感を生まれる、フィギュアとなっております。目玉しか動いてないんですけども、それでも目が動くことによって口元も変わっているかのような錯覚を起こすほどのクオリティなんですよ。本当に角度を、目ん玉の角度を変えるだけで全然違った表情になるんですね。こうまっすぐ見てるのと、はい、ちょっとねキョトンとして可愛らしいですけども、これを、白目をね、下のね、白目を作ってあげて、上目遣いするだけで全然変わってきますよ。いきますよ。はい。こんな感じに睨みを利かしたジョーカーになりますね。恐ろしさがこれでもう数倍跳ね上がります。なおかつ、ジョーカーといえば斜めです。斜めにこう、斜め上にこう睨ましてあげると、こっちの角度に変わると、もうこれはもうまた表情が変わりましたね。この角度好きなんですよね、結構。はい、まあ、こんな感じでジョーカーのその俳優さんの演技が良かったのもあって、やっぱりこの眼球稼働をすることによってとてもね、遊びの幅が広がります。なおかつバットマンと並べて、なんかいろいろなこう対面シーン、対決シーンを再現できます、これで。で、本当だったらこのジョーカー 2.0 に、笑顔パーツがついてるんですけども、まあ、それはちょっとね、ジョーカー 2.0 の開封レビューとかではありませんので、それはちょっと紹介しませんけども、もしよかったら、また動画にしたいと思いますけども、今回はちょっと見比べてみるということなので、
こちらはですね、劇中このジョーカー 2.0 の、まあ、コートなんですけども、とてもね非常に動きやすさはいいんですよ。本当にストレスがないですけども、ちょっとね色が明るめと私は印象を受けましたね。ジョーカーの、まあ、ダークナイトの世界観っていうかね、撮影がほとんど暗いっていうのもあるんですけども、ジョーカーが登場するのちょっと暗い場面が多いんですけども、ですから、まあ、カメラ越しでちょっと伝わってるこの、配色っていうか色もですね、ちょっと印象が違うと思うんですけども、若干ね、明るめだと思うんですよ。もうちょっとね、ジョーカー、劇中のジョーカーってちょっとトーンが暗い紫だと思うんですね。はい、ですけども、フィギュアとしてヒースレジャー の, そのまんまっていうではなくって、ジョーカーのフィギュアとしてだったら本当に、まあ、稼働もしやすい、眼球稼働もできる、なおかつ衣装も動かしててもストレスがないぐらいのクオリティで、思うとフィギュアとしては本当に、高価な、とても遊びやすくてクオリティの高いフィギュアとしては評価は高いと思います。上から目線で言うつもりも全然ないですけども、ヒースレジャーさん好きな僕といたしましてはですね、やはりね、最近発売されたイナートさんのジョーカーのクオリティというか、もう本人に近い骨格に思うんですね。はい、これがイナートさんのジョーカーなんですよ。はい、ちゃんとね、顔も少し縦長で、でパンダメイクも潰れてない感じですね。まあこのジョーカーのピエロメイクはですね、まあ、マフィアとの会議シーンで登場したジョーカーにそっくりなんですね。本当に What happened to ball the drop off? っていう時の表情めっちゃ似てますよこれ。で髪型の形なんですけども、本当に劇中そっくりです。はい、まあヘアスタイルも崩れちゃったりすると劇中でだいぶ変わるんですけども、ですけどちょっとね、少しキノコ型なんですね形が。で、こっちのジョーカー 2.0 はというか、ちょっとぺっちゃんこしすぎないような感じで、ボリュームが少なくなってるような感じがするんですね。ですので、まあ、色もですね、ちょっと緑が濃い。はい、でどっちかっていうとジョーカー、ヒースレジャーさんのジョーカーっての茶髪か金髪で、基本はそれで、でそれで緑がかってる、まあ、ヘアスタイルって感じの印象なんですけども、こっちの方がちょっと自然に染められている感じがしますね。若干根元の部分が茶色いっていうのは少し分かりますかね。でそれからちょっと濁った緑が塗られているような感じするんですね。ですので、どっちがヒースレジャーさんのジョーカーに似てるかっていうと、まあ、最近発売されたこちらの、クイーンスタジオさんのジョーカーの方が、まあ、似てるかなっていう印象ですね。衣装に関しましても、色がですね、劇中に近いんですよ。で、ストーンと落ちてるんですよ。なんか、すいません、ちょっと語彙力がないんですけど、こっちのジョーカーですね、なんかふわっとしてるんですよね。わかります？なんか、コートに重みがないというか、こっちの方がスタイルよく見えるじゃないですか。そうそう、これねちょっとふわっとなってて、なんかいかにもお人形さんっていう感じするんですけど、まあこれでもクオリティ高いんですけど、ですけどこっちの方が人間が着てる感ないです。こうしてみると、わかります？分かってくれますか？僕の言ってること、分かってくれたら嬉しいです。本当に人間が着てるなーっていうコートの形してるんです。トーンとね、こうスマートな着こなしになっているんですね。で、まあちゃんと黄緑のインナーも、少しくすんだ黄緑になってるんですね。で、こちら靴とかも、リアルにできております。色もね結構少しくすんでいるような感じもしますね。リアルです。コートも少し汚れている感じのような再現もされております。で後ろ姿こんな感じですね。この猫背具合どうで、後ろの猫背具合どうですか？めっちゃジョーカーじゃないですか。ちゃんと、こちらにですね、マフィアを脅した手榴弾を仕込むところもありますね。で一つ申し上げておきますと、ホットトイズ製のジョーカーは 1.0、 これより一つ前の、ものはですね、同じような、感じになってるんですけども、こちらはないです。ジョーカー 2.0 はないんでお気をつけください、お買い求めの方は。まあ、クイーンスタジオさんはですね、こちらの装備しっかりしてて、まあ、ジョーカーも似てるヒースレジャーさんそっくりのジョーカーなので、まあ、今ねメルカリでね、ちょっとねやっぱ数量がね少ないんです。このジョーカー結構ねレアなんですよ、言ってしまうと。で、メルカリでだいたい通常版この1体で7万ぐらいでしたかね。
で、それでデラックス版はですね、檻とあとはもう一つ、ジョーカーの足されていて、あの留置所のジョーカーがまあ、ヘッドパーツも別で、付けられていて、売られているんですけど、それがだいたい12万とか13万ですかね。もうちょっと安かったかな。ただ植毛版がねあって、本当だったらそれも欲しいんですけども、まあちょっとね予約はしてるんですけども、果たして無事に届くかどうか分かんないんですよね。それがだいたい15万から17万、はい、めちゃくちゃ高いです。で、こちらのジョーカー、ホットトイズ製のジョーカー 2.0、 もちろんクオリティは高いです。ジョーカーファンなら買って全然損はしないと思うんですけど、こちらも、お高いです。こちらはですね、今けどメルカリで、新品未開封で見たら7万だったりとか8万では売られてますね。もうちょっと開封済みのやつだったらもうちょっと安く手に入るかもしれないです。ただこの僕が持ってるこのジョーカー 2.0、 なんとデラックス版で、付属品があるんで、それはちょっと今回は用意してないんですけども、付属品があるんですね。ダークナイト見てる方ならわかると思うんですけども、爆弾のスイッチですね、スイッチを押す機械だったりとか、あとはマスク付きのデラックス版があるんですけども、そちらはもっとお高いです。今新品未使用で手に入れるとなるとどうでしょうね。ちょっとこっちが発売されて値段下がってるかもしれないですけど、まあだいたい10万だったりとかは12万、もしかして15万いくかもしれないですね。はい。で、まあこちらのジョーカー 2.0 を購入したのがですね、まあとある店なんですけども、これは買ってかないと損だなと思ったんで、僕は頑張りました。その時、値段出したのがだいたい11万かそこらですね。もう狂ってますね。ジョーカー並みに狂ってました。はい。お金を出す時も考えてませんでしたね。で、まあ大切にね、これだけは本当にしっかりと埃の被らないところでね、本当にこちらのジョーカーもそうですけども飾っております。何でしょうね、まあ、自己満足動画に近いですけども、これにちょっとでも共感していただけるととても嬉しいですね。他にもね、いろいろフィギュアの紹介動画も出していこうと思いますので、時間があるときは撮影したいと思いますので、チャンネル登録をしていただけると、嬉しいです。こちらのジョーカーはですね、動画でちゃんと細かく出しておりますので、ぜひよかったら見てください。では皆さん、また次の動画で会いましょう。バイバイ。